はい、おはようございます。うなちゃんです。はい、もうなんか気持ちが悪いです。はい、中間発表がですね出たと思うので、身の一番に動画投稿しようかなと思って、ずっと起きてました。仮眠は取ったかもしれないんですけども、なんか記憶にございません。ポテチの結果、予備祭りは無理塩が勝ってたんだよね。なので今回はこの薄塩のバトル、どっちが勝ってるか見ていきたいと思います。中間発表なのでまだ決まってないんだよ。ルナちゃん薄塩チームです。薄塩結構俺勝った、100倍待ち勝った。いけ、ほら来た、俺のおかげ。はい、来た。100倍2回勝ちました。ルナーすごいよ、俺頑張ってきたからね。負けてもないからね、100倍マッチ。そう。すごいでしょ?貢献してます。32.70、32.77。まあ、これが決まったわけじゃないからさ。そう。なんか安心するのはまだ早い。安心するのはまだ早い。まあ、せっかくだし、100倍マッチ、見るみんな。俺の、100倍マッチ。見るか?見る?見るよね?見せましょう!これ。100倍マッチ。なんか書いてないけど、100倍マッチ書いてないけど、これ100倍マッチ。なんか勝ったし、せっかくだし、みんなに解説というか、勝ったよーって見せたいと思います。ほら見て !100 倍マッチ。勝ったの、ネタバレと勝ったの。でも、ね、眠いんですけども、やっていきたいと思います。まあやるっていうか、まあ見るんですけども、うなちゃん視点でいいのかな?はい。よろしく。で、まあ、最初100倍マッチだし、まあ、綺麗に、寄ろうかなと思って、味方さんと一緒に塗ってますね。まあ、ちょっと隙間は、塗り残しもあるんだけど、まあ、なんか、キルもしっかりしないといけないなと思ったのと、はい。ここにはね、敵が来ないと思うんで、ゆっくり。仲間やられちゃってるけど、塗る時間は確保できてるので、全然問題がないです。とりあえず塗りまして、カニちゃんをね、使いたいんですよね。結構相手グイグイ来てるから、押せ押せなんですよ。もうピンチついちゃってるけども、身落ちここで味方が取ってくれました。じゃあ俺も、倒そうかなと思って。ただナイス球がちょっと、めんどくさいので、とりあえず、本当に、打った。もうこのまま前出れるかなと思って前出て、いけ!倒した !OK! 3人目もいける!そして4人目はダメでした。アシストもらったけど、最後の一人。最後の一人味方みんなで言ってくれましたね。ナイスですね。そのまま、相手今全員いない状態なので飛びまして、まあ、せっかくだから敵陣地塗りたいなと思って、まっすぐ行くんですけども、ここはやられてしまうと。これ相手偉いですね。偉い。これ相手偉いね。ずっといるから、まあでも、相手ピンチついてるし、このまま、まあ、抑え込めるとは思うんだよ。この相手の編成見ると。そんなに強いべきじゃなくて、この壁裏ね、潜伏してるから、しっかり見といて。ただ、レーザー痛いのと、上からなんか来てるのが、ついけど、これは行かせないと。行かせないぞと。で、左側。こちらも倒せますね。相手結構、ぐいぐい前出てきてくれたので。で、これ、二落ち俺が自分でしたの分かってるので、ぐいぐい前行きたいんですけども、ちょっとなんか相手も、本気になっていた。ここで本気になってきたから、まずはカニちゃんを溜める。カニちゃん溜まったらもうぶっ放しました。味方の方に一発と、正面に一発なんだけど、これちょっと、はぐらかされましたね、相手にね。いろいろ。まあ、2対2、今2落ちしてて、2人倒してる状態。どちらの敵がダメなところを倒していく。倒したいんですけど、これ裏回っちゃった方がいいのかなと思って、もうね、一目散に抜けました。走りました。僕はここで抜けました。敵が一人多分スーパージャンプで飛んでるんですよね。でここ敵陣地もう塗っちゃえばほぼ勝ちかなと思って、相手塗り強いから本当は倒さなきゃいけないんだけど、本当はね倒さなきゃいけないんだけど、味方が抑えてくれてるってことで、ここはまず塗っておく。はい、塗っておく。で後ろから倒していってもいいんですけど、まだカニちゃんがいるので、ここはカニちゃんのアタックで、カニちゃんと一緒に、はい、飛んできたのも倒す。もう一人飛んでる。相手焦ってるってことで、こんな感じで敵陣地を塗りまして、勝つことができました。100倍マッチナイスですね。はい、完璧でしょ。
完璧よ。完璧よ。こんな感じで、役場に貢献して、うずしおチームが今、中間発表勝ってるので、褒めて。